なコース、好記録が期待されます。競技場を出て湖岸の道路へ、噴水が上がる大津湖を過ぎると5キロ、 NHK 大津放送局の前を通り南下していくと10キロ地点です。瀬田の唐橋、石山寺を過ぎ、瀬田川荒井関を渡ると15キロ、松尾芭蕉も歌に詠んだ瀬田の唐橋に向かう関所の道を北上、20キロ地点です。中間点を通過してすぐに折り返し南へ戻り、25キロ地点です。さらに南へ、瀬田川荒井関を渡ると28キロ過ぎの平津峠、500メートルで高低差7メートル、選手がふるいにかけられます。ペースメーカーは30キロまで、熾烈な駆け引きが始まります。比叡山からの向かい風、ここをどう乗り切るか、勝負の分かれ目です。琵琶湖でのラストレースを制するのは一体誰でしょうか。午前9時現在の気象コンディションです。晴れ、気温が7度、東南東の風 1.2メートル、非常にいい条件です。好勝負、好記録が楽しみです。さあでは優勝争いを占っていきますが、まず招待選手の中で最もいいタイムを持つ、高久龍選手にお話を聞いています。どうぞ。最後にふさわしい、まあ、歴史に残るようなレースができたらなというふうに思います。まあ、またですね、密かに狙っているのは日本人大会記録みたいなものもしっかり狙って、まあ、不滅の記録っていうものを出していけたらなというふうな気持ちもあります。2001年に油谷茂選手が出した日本人の最高記録を出したいという言葉がありましたが、どんなふうにお聞きになりますか。そうですね、今日はコンディションもいいのでですね、そういった記録に挑戦できる環境が整ったって言えます。そうですか、ぜひ積極的なレースを期待したいですね。そしてもう一人の2時間6分台井上博人選手にもレースにかける思いを聞いています。世界っていうのも見せなきゃいけないんで、まあ、日本人同士でも考えながら、まあ、引っ張り合って強くなっていけたらと思ってます。強いレースをして、まあ、勝てるような走りができればと思ってます。今回は海外招待の選手はいません。まあ、外国人選手もすべて日本を拠点にしている選手が中心です。まあ、そういった中でも世界を意識したレースという言葉がありましたね。そうですね、井上君の場合はですね、いつも世界を意識してるって言ったところですね、やっぱ彼の強みでもあると思います。そうですか、勝負もそして記録も楽しみにしたい第76回琵琶湖毎日マラソンです。スタートまで間もなく1分となります。今年は400人を超える大勢の選手たちがこの最後の大道でのレースにエントリーしてきました。最終的な出走者数が後ほど入ってきましたらお伝えすることにいたします。半世紀を超えるこの琵琶湖畔での戦いの歴史の中で延べ8450人が挑んできた大道です。30秒前、スターターは滋賀県の三日月大蔵知事です。第76回琵琶湖毎日マラソン、最後の琵琶湖畔での戦いに選手たちがスタートを切っていきました。まず王子山陸上競技場を一周半して大道へと出ていきます。第76回琵琶湖毎日マラソン大会スタートしました。
招待選手が7人、ペースメーカーが5人います。スタート時刻9時15分現在のグランドコンディションです。天候は通り、エントリーの時点では一般参加選手はおよそ400人いました。ナンバーカードをご紹介しておきましょう。黄色地に黒の数字が招待選手、今年は国内招待選手のみです。そして黄色地に赤の11番、日本陸連の推薦選手です、パラアスリートの永田勉選手です。今日は記録を目指しての挑戦ということになります。ペースメーカーは青地、そして白地に黒の数字が一般参加の選手です。今情報が入ってきました。全部で369人の選手がスタートを切りました。全部で369人の選手です。青字ペース26と書かれている選手はジェームズ・ルンガル選手、日本初上に所属しているケニア出身の28歳です。30キロまで引っ張ることにしています。それからその後ろペース29はパトリック・マゼンゲ・ワンブイ選手、 NTT 西日本所属、日本大学を出ています。25キロまで。そしてもう一人、村山健太選手、旭化成の顔も見えています。この3人がまず速いペースで引っ張っていくことになります。さあマラソンゲートを出ます。1分53秒ぐらいでマラソンゲートを通過。今ロードへと出ました。総勢369人、最後の琵琶湖畔の戦いのスタートです。最初の5キロは王子山陸上競技場を出て一度北に向かいます。その後折り返して琵琶湖畔を南下、5キロを目指していくところです。まだ大きな集団です。さあまず最初の1キロの入りを見てみようと思いますが、まもなく1キロです。左手は王子山総合運動公園です。今1キロ通過、3分ちょうどですか。3分ちょうど。事前の設定ではこの先頭を走る3人のペースメーカーは2分58秒という設定だというふうに聞いていますかね。そうですね、まあ、ただ最初はですね、速くなったり遅くなったりするもんですから、まあ、そういった意味ではですね、3分ちょうどでまた良かったんじゃないでしょうか。いい出だしという、はい、受け取っていいでしょうかね。はい、言えますね。感染防止対策さまざま取られた中での大会です。競技場は無観客です。そして沿道での応援の自粛も呼びかけられています。選手や関係者は1週間前から検温をして体調管理を図ってきました。それから今年はスポンジは使用しません。放送体制をご紹介しましょう。第一放送車は GMO インターネットグループ監督の原田勝彦さん、第二放送車は三部講師アナウンサー、リポートバイク稲垣秀人アナウンサーです。大きな一段ではありますが、ちょっと途中切れ目が見えてきています。村山健太選手、そしてルンガル選手、ワンブイ選手の3人のペースメーカーが引っ張りますが、まずこの先頭グループは1キロ2分58秒というペース設定。最初の1キロは3分でしたが、このペースでいきますと日本記録を上回るというハイペースですね。そうですね、まあ、近年はですね、3分ペースではなく2分58秒でいくっていうのがですね、もうスタンダードになりましたよね。そういった意味ではですね、選手たちもそういった意識で、ついていってるというふうに考えられます。あの選手たちに聞きましても、もう2分58秒というペースを早くは感じませんという選手が複数いましたね。そうですね、やはり各選手ですね、もう高い意識になっていることがですね、近年、いい記録が出てるっていったことにつながっていると言えます。ナンバーカードがちょっと見づらいですけれども、ちょうど画面の中央、少し後ろ、前から3列目ぐらいですね、険しい表情を見せていたのがナンバーカード1番、最もいい自己ベストを持っているヤクルトの高久龍です。2時間6分45秒、去年の東京マラソンでマークしました。あの大迫選手が日本記録を出した大会で、その大迫選手に次ぐ日本人2位の記録を出した高久選手がいますね、肩口紺色のランニングシャツを着ています。それからナンバーカード2番ですが、ちょっとナンバーカードは見えませんが、ペース27の村山選手の真後ろにつけているのが
三菱重工の井上大人選手、2時間6分54秒は出場選手中2番目の好記録です。世界選手権も経験していますし、アジア大会ジャカルタの金メダリストでもあります。その他2時間7分台の選手もずらっといる今年の大会ですね。そうですね、非常に持ちタイムのいい選手がですね、多数出てますし、まあ、今回そういった選手がですね、はい、どういった優勝争いをするのかっていったところにですね、注目したいです。2キロの通過、また後ほど花田さんに伺いますが、ちょっと早かったですね。5分台で通過していきましたから記録楽しみです。さあ選手たちは一路北に向かってきましたが、ここで右手にカーブを取りました。選手たちの左後ろにそびえているのが比叡山です。大津市と京都市の境に位置しています。標高848メートル、比叡山延暦寺のが山上には立ち並んでいます。富坂さん、はい、どうぞ。1キロから2キロは3分ですね。1キロから2キロ3分、はいはい、ただですね、例年だとですね、この前半はやはり設定よりも遅いことが多いですから、それを考えるとですね、まずいいペースで来てるかなというふうに思いますね。そうですか。3分ちょうどですと、フィニッシュタイムが2時間6分台半ばという、これも好記録です。さあ選手はまた右手にカーブを取りまして、県道高島大津線に入りました。琵琶湖の西岸を通ります。主要道路です。選手たちの左手に琵琶湖の湖面が広がってきました。琵琶湖の最南部です。ちょうど画面でいうと奥の方、選手の進行方向とは逆にしばらく進みますと、戦国武将明智光秀ゆかりの坂本の町があります。非常にいいペースで来ているということですね。さあでは先導の白バイ隊員をご紹介いたしましょう。センターライン寄りが西村光平巡査長、滋賀県高島市の出身、27歳です。白バイ歴が3年。そして歩道寄りが早川新太巡査長、こちらも高島市のご出身、27歳。実は高校の同級生で共に野球部の外野手だったそうです。ですからチームワークは非常にいいという話を聞いています。琵琶湖毎日マラソンは滋賀県警察、陸上自衛隊大津駐屯地、また大津市の自主整理員の皆さんなどの協力で運営されています。日差しが覗いてきましたね。選手たちの左手からです。ちょうど琵琶湖の湖面の方向から日差しが差し込んできています。画面の左下、 NHK の琵琶湖毎日マラソンのホームページでは、事前に取材した選手のインタビューや取材時、出場選手などもご紹介しています。二次元コードからご覧ください。また右下の NHK プラスでは、この中継番組を同時に配信しています。スマホなどで二次元コードからアクセスしてください。 NHK プラスでは見逃した場面やもう一度見たい場面を放送から1週間ご覧になれます。今3キロを通過していきます。先頭集団です。少しここは小さな上りです。この富坂さん、はい、どうぞ。今の1キロはですね、2分54ですね。少しペース上がりましたので、はいはい、やはりこうちょっと前と後ろと少し分かれてきているような感じになってきましたね。3キロの単位で見るとほぼ設定通りという形になってきましたね。そうですね、この1キロ、ペース上がってはいるんですけど、やはり少し設定より遅いといったところで、意図的にペースを上げられたんじゃないかなというふうに思いますね。ただこのペースにまだ大勢の選手がついていますね。このあたりはやはり記録レベルの意識が上がっているということなんでしょうか。そうですね、それとあと前半最初1キロ2キロがですね、3分と遅かった分ですね、多くの選手がそのリズムで走れているというふうに言えます。選手たち左手に競艇場が見えてくるところです。ナンバーカード3番をご紹介しましたが、招待選手ヤクルトの小倉雄介選手、ハーフマラソンの日本記録保持者、ナンバーカード3番が見えています。青山学院大学の出身です。
去年1年間で次々と自己ベストを高いレベルで塗り替えてきている非常に勢いのある選手ですね。そうですね、マラソンだけではなくですね、トラックも更新できるということはですね、やはり持久力だけじゃなく、あとスピードも身につけて、今回、挑戦しているというふうに言えますね。この1年の間に 5000m 13分42、1万m も28分そこそこ、そしてハーフは日本記録を出し、フルマラソンも去年の東京で自己ベストを出し、トレーニング方法を変えて記録が上がったというふうに本人は話していますし、ただ自身会心のマラソンはまだ去年の東京1回だけなんですという、今日が5回目のマラソンになりますが、このあたりはそうですね、やはりセカンドベストがですね、まだ2時間20分切れてないんですよね、はい、そういった意味でもですね、今回最低でもやっぱり2時間10分を切るとかですね、まあ、そういったところはですね、確実に走ってほしい選手です。少し上りにかかって選手たちはちょうど琵琶湖の水を京都に送る疎水の上を通過しています。第一疎水と第二疎水、2本水路が並んでいます。明治時代大規模な土木工事の末に作られましたこの琵琶湖疎水の上を選手たちは通過、少し左にカーブを切りながら大津市の中心市街地方向に向かっています。ペースメーカーは2つのペースを作っています。まず先頭に見えている青のナンバーカード3人が作っているのは1キロ2分58秒ペース、その後方に2人、1キロ3分ペースでペースメイクしているという今日のレースです。今4キロを通過していきます。あ、11分50秒そこそこでいきましたね。そうですね、非常にいいリズムでいい流れでレースが進んでるって言えます、はい、ほぼ設定通りのペースで先頭グループですから、ちょっと絞られてきましたでしょうかね。そうですね、前と後ろのグループがですね、はっきりしてきましたよね。富坂さん、どうぞ。今の1キロも2分58秒ですね、安定した57ですね、いいペースになってきましたね。はい、狙い通りのペースになってきました。選手たちは少し上って、まもなく大津港があります。この浜大津へと差し掛かってきます。琵琶湖の最南部に位置しています大津港です。綺麗に今日も噴水が上がっています。2隻の遊覧船もあります。琵琶湖観光の玄関口です。その大津港を選手は左手に見ています。画面でいうと右奥です。京阪の浜大津駅前を選手たちは通過しています。西に向かうコースです。原田さん、風などの影響もほとんどなさそうでしょうかね。そうですね、先ほどちょっと沿道の旗を見てたんですけども、少しは由来向かい風なんですけれども、予報よりはですねない感じはしますね。そうですか。富坂さん、どうぞ。その風、リポートバイクに今乗っていますけれども、ほぼですね体感として風を感じないぐらいの、状況になっています。レースのスタート前に比べても風が弱くなってきたなという感じがします。リポートバイク稲垣アナウンサーからの非常に弱い風だという情報です。さあ、そしてこちらの映像、画面の真ん中付近に黄色地赤の11番が見えてきました。新潟立教の永田勉選手、日本パラ陸連 T46 クラス、右腕の機能障害がありますこの永田勉選手です。日本陸連の推薦ランナーとして今大会出場してきています。東京パラリンピックのこの T46 のマラソンの出場資格を得るために記録への挑戦ということになります永田勉選手です。出場資格を得るには4月1日時点の世界ランキングで6位以内、かつすでに、4人が内定していますので、実質的には4月1日時点の上位2人に入らなくてはいけません。で、今の時点でターゲットタイムが2時間29分35秒2時間29分35秒を上回れば現時点でこの資格をの範囲内に入るということになります。さあ、記録も楽しみにしましょう。今5キロ通過、14分52秒ほぼ2分58秒ペースで5キロを通過しています。伊
佐田さん、リポートバイクですが、はい、後ろの集団、第2集団も5キロ14分57秒、15分切るタイムで通過しています。そうですか、高岡さん、随分前も後ろも速いペースで来ている。そうですね、まあ、はい、そうであってもですね、集団が大きい、多くの選手がですね、その中で走れてるっていうのはですね、非常にいい流れです。先ほど5キロの通過で先頭グループは28人確認されました。2分58秒ペースで来ているこの先頭グループ、5キロ過ぎて28人です。さあ5キロ過ぎています。西に向かった選手たちは近江大橋のところで南に向かいます。10キロを目指す大津市街地の中心部を通るコースです。ペースメーカー3人がしっかりとレースを作っています。その後ろに412番の選手が見えています。高林涼也選手です。一般参加の選手です。今 NHK 大津放送局の前を先頭グループは通過していきました。この場所で半世紀以上ランナーたちを見守ってきました NHK 大津放送局は4月に1キロほど離れた場所に移転します。これからも地域に開かれた放送局として滋賀県のさまざまな話題を発信していくことにしています。集団が完全に2つに割れました。先ほど5キロの時点の先頭グループが28人、招待選手高久、井上、小倉、下田、菊池と入っています。日本の戸上電機製作所所属の狩幸選手の名前がこの中に確認できませんが、どうなんでしょうか。小森コーポレーションナンバーカード101番の市山選手がちょっと今給水のところでペースを落としたシーンがありました。下田選手が取りましたね。あ、6番の狩幸選手もいますね、この先頭グループ。今狩幸選手取りました。この気象コンディション、そしてこのペース、どうでしょう、選手たちは抵抗なくこの流れに乗れているんでしょうか。そうですね、外国人のペースメーカーではないので非常にペースが安定していますよね。そういった意味ではですね、どの選手も走りやすいと思って走ってるんじゃないでしょうかね。そうですか、あまり負担なくストレスを感じることなくこのハイペースに今乗れているということですね。そうですね、はい。富坂さん、どうぞ。今の1キロがですね、先頭集団2分59でしたけれども、給水がですね、はい、今回1つのテーブルにかなり数が多いですから、うまく取れた選手もいたんですけれども、やはり取れなかった選手もいたなというふうに見受けられましたね。そうですか。このあたりは高岡さんはどう捉えますか、給水については。はい、まあ、私の場合はですね、給水取れればいいっていうようなスタンスで走ってましたし、はい、まあ、取れなくて精神的にですね、ダメージ受けることをですね、可能な限り少なくするように意識してました。集団が2つに割れています。2分58秒ペースの先頭グループと、そして3分ペースの後方のグループです。こちらが1、はい、どうぞ。はい、こちらが1キロ3分のグループです。今先頭集団の最後部からは6秒ぐらいの差です。6キロの給水を過ぎたところで2人のペースメーカーがこの集団の一番前に出てきて、集団が縦長に形成されています。この3分ペースを引っ張るのが大阪ガス関西学院大学卒業の野中選手、野中雅史選手と、それから武蔵野学院大学のチャールズ・カマウ・ワンジク選手です。この2人が引っ張っています。ナンバーカード51番中国電力のベテラン岡本直樹選手のこの長身、顔も見えています。2時間8分台の記録を去年の東京マラソンで記録しました。12月の福岡国際でも2時間11分09秒で10位に入りました。そこからわずかな間隔でまたこの琵琶湖に挑んできました。17回目のマラソン、琵琶湖は4回目。
去年30代半ばで岡本選手はハーフとフルマラソンで自己ベストを出してますから、はい、まだまだ元気ですね。そうですね、やはり36歳になってもですね、まだこうやって、3分ペースで走れるっていうのはですね、やはり日頃からですね、いいトレーニングを積んでいる成果じゃないですかね。それからその岡本選手の向こう側でしょうか、ナンバーカード341番が NTN ケニア出身のエドワード・ワウエル、これが初マラソンです、1時間0分31秒というハーフのベストを持っています。かつてはトラックや駅伝などで活躍していた選手ですが、このところ怪我が重なって少し、スピードが低下してきたということもあり、この長いマラソンに今回初めて挑んできました。それから60番の川内選手もこの後方の集団の中にいますね。今日がマラソン109回目、その川内選手に琵琶湖毎日マラソンへの思い出を聞いています。いろんな思い出のある琵琶湖のコースですので、そのコース最後一歩一歩かみしめながら、最後本当に王子山の競技場に入るときには自分はやったぞというような手応えを持ってゴールしたい。今回外国人選手、出ない選手も含めて出れないということもあって、全世界の選手の気持ちを込めて、レクビアは忘れないっていうのが書ける言葉かなというふうに思います。川内選手自身は過去4回の琵琶湖、その記録を超えたいということですが、2年前、2019年の大会で 2時間9分21秒、サブ10で8位に入った、これが公務員としては最後の大会で、ふくらはぎ痛が途中で発症したんだけれども、それに耐えてドーハ世界選手権の代表を決めた、このレースが非常に思い出に残っていると話していました。本当に百戦錬磨の選手ですから、今の自分の状態も把握してこの集団にいますよね。今日が109回目のフルマラソンということになります。さあ、選手たちの前方に近江大橋が近づいてきました。大津市とそして西側の草津市を結ぶ琵琶湖の最南部にかかる橋です。そこに今先頭グループが差し掛かろうとしています。今はこの近江大橋を見ながら走るということになりますけれども、かつては近江大橋を渡っていた時代もありました。風もありますし、アップダウンもありますし、なかなかこれも厳しいところでしょうね。そうですね、非常にタフなコースですよね。大阪で始まったこの、もともとはマラソンですけれども、琵琶湖畔に移して、そして琵琶湖畔でのレースは今年が56回目、これが最後の琵琶湖畔でのレースということになります。7キロを過ぎ、まもなく8キロに行こうとしています。ナンバーカード75番の鈴木健吾選手もこの前の方の集団にいますでしょうか。ちょっと今顔が確認できます。こちらですね、75番サングラスをしています、富士通の25歳。この人も高岡さん、大変期待される選手ですね。そうですね、もともとマラソンに対してのセンスがある選手なんですけど、昨年はですね、トラックでも1万メートルにおいて27分台を2回走るなどですね、スピード強化もですね、順調に進んでいるように感じます。学生時代から箱根駅伝でも活躍し、そして期待されて MGC でも7位ですから、本当によく頑張りまして、去年この大会は招待選手としてやってきたんですが、激しい雨の中のタフなレース、ただ30キロ以降の外国人選手の仕掛けにただ一人ついていこうとしましたね。そうですね、やはりマラソンをしているというかですね、やはり勝負してですね、後半失速したということはあるんですけど、やはりマラソンの経験を積み上げるにはですね、良かったレースをしたんじゃないかなと思いますし、その悔しい思いをですね、今回レースで見せてほしいなとも思います。そしてさらにナンバーカード4番招待選手の下田選手、それから先ほど52番倉田選手の姿もご紹介しました。いずれも GMO インターネットグループです。監督の花田勝彦さんが第一放送車に乗られていますけれども、選手の皆さんの状態、それから走り、どんな風に受け止めてますか？そうですね、今先頭集団に、下田選手、林選手、倉田選手いますけれども、まさに非常に、いい練習が積めていますので、順調かなというふうに思います。集団がですね、先ほど、
この1キロは2分58でその前が3分ということでですね、まずまず早いけれども少し休みながら行けるペースなので、まあ、ちょっとね今下田選手が集団の後ろにいますけれども、どのあたりをこうペース感を感じているのかなというのはちょっと気になるところではありますね。原田さん、GMO インターネットグループで言いますと、はい、12月の福岡国際ではやはり同じようなハイペースのレースを吉田選手が制しましたよね。これチームメイトにとってはどうでしょうか。はい、そうですね、やはり今まではこう記録っていうところをみんな考えていたのがですね、やはり吉田が選手が勝ったことでですね、やはり勝ちたい、勝つことのこう素晴らしさっていうんですかね、それを選手たちがやはり感じていますので、今回も選手たちの口からですね、もちろん記録も出したいんだけれどもやはり勝ちたいという言葉が出てますね。そうですか。ハイペースで選手たちは琵琶湖の最南部を今南下しているところです。1962年に琵琶湖にコースが移設されてから半世紀、さまざまな歴史がこの湖のほとりに刻まれてきました。挑んできたランナーは延べ8450人。最後となる今大会、スタートラインに立ったのは369人でした。その中で最も琵琶湖を駆け抜けてきた選手、こちらです。地元滋賀県出身、下村悟選手、今大会18回目の出場となります。琵琶湖でのラストレースに特別な思いで挑んでいます。近江八幡市出身の46歳下村悟選手、20代の頃には3000メートル障害で日本選手権入賞3回の実績があります。琵琶湖毎日マラソンには31歳の時に初出場、最高順位は29位、気温23度の過酷なレースで粘りの走りを見せました。50歳とか20回を目指してやっていこうというのを、逆に40歳ぐらいの時にこう思って、1年1年勝負と思ってやってきているところがありました。ずっと今まで出られたんだっていうところが逆に誇りに思っていましたし、そういうようなこう大会に最後出場できるっていうことで、とにかく粘って帰ってくるっていうのが自分の信条なんで、そういうところを表現してきたらなっていうふうに思っています。地元の出身としてこのレースを愛して、このレースを走るためにトレーニングを積んで、いろんな大会に出てきたという下村選手、過去17レース全部完走というのも立派ですけれどもね。で、近江八幡市出身で、年齢的にも原田さんに近いんですが、原田さん、どんな風にこの下村選手、はい、走りご覧になってますか。そうですね、私より少し年齢は、ね、下なんですけれども、やはり琵琶湖では、ね、いつもお見かけしますので、やはりここまで走られていると本当すごいなというふうに思いますね。そうですか。高岡さん、本当に立派ですね。あ、どうぞ。はい、5キロがですね、17分4秒で通過して、だいたい340番前後今下村選手走ってますね。沿道からですね、やはり下村選手を応援する人が何人かいらっしゃって、手を振りながら走る姿もありました。そうですか。2時間19分台の自己ベストを持っている選手ですけれども、高岡さん、頑張ってほしいですね、こういう人もね。そうですね、琵琶湖毎日マラソンは市民マラソンじゃないんですよね、はい、やはりエリートしか走れない標準記録をですね、毎年毎年突破して走っているってところにより凄みがありますよね。そうですね、出るだけで高いレベルの記録が必要ですからね、はい、そういった意味ではですね、この年まで、スタートラインに立って走っているっていうのはですね、はい、非常にすごいことだと思います。今日もフィニッシュの様子をご紹介できるかもしれません。さあ、画面の右下、第一放送車の映像、先頭グループです。まもなく10キロです。はあ、30分になる遥か前にこれは10キロを通過しそうです。今10キロ通過、29分44秒。ほぼ想定通り、ちょっと遅いですけれども、まあ
しかし早いタイムですね。そして後方の集団も、いや29分59秒、これは設定通り。そうですね、選手がですね安心して走れるペースですよね。そうです、はい。その安心感というのはレース展開にこの後いい影響を与えそうですか。そうですね、まあ、今はですねペースメーカーのリズムに合わせて、静かについておくっていうような状況ですし、まあ、後半ですね、はい、この中から、本当に熾烈な争いが見られるということを期待したいですよ。このペースが守られれば大迫選手の日本記録に近い数字が今左下に見られました。ちょっとペースメーカーが前に出る形です。少しですけれども集団の形が縦長になりつつあるでしょうか。選手たちは琵琶湖から瀬田川に変わりました。この瀬田川沿いを一路南下しています。10キロから15キロ、瀬田の唐橋、石山寺などを通って瀬田川の荒井関を渡る5キロです。さあ、そしてこの選手たちの左手前方に今こちら瀬田の唐橋が見えてきているはずです。日本書紀にも登場する大変歴史のある橋です。現在の橋は昭和54年に架けられました。東国から京に入る関所の役割を果たしています。唐橋を制する者は天下を制するとも言われてきました。この瀬田の唐橋の西爪、東爪合わせて4回通るんですけれども、高岡さん、最後4回目にこの西爪を逆向きに通るときにどういう展開になっているかですね。そうですね、まあ、ちょっとした坂があるんですけど、行きはですね、はい、それほど感じないところもですね、やはり帰りはですね、その坂がきつく感じるような感覚にもなっているんじゃないですかね。帰りにもう一度ここを通るときはもう30キロを過ぎていますから、はい、やはり勝負を意識する場所っていう風な印象を持って選手は走ってるでしょう。こちらナンバーカード5番サングラスの選手はコニカミノルタの菊池雅人選手です。去年の東京で2時間7分31分という31秒という自己ベストを出しました。右膝に少し痛みを抱えながらという今日のレースのようですけれども、ここまで先頭グループにしっかりとつけています。新型コロナの影響で大会が中止になったり全体練習などがなかなかできなかったりと、どの選手もみんな苦しんできたんですが、菊池選手はモチベーションの維持ですとかトレーニング計画を立てるのに大変苦労したというふうに振り返っています。皆さんそうでしょうね。そうですね、まあ、チームによってはですね、違いはあるんでしょうけど、やはりどこのチームもまさとの選手もですね工夫して、努力してきたというふうに思います。そうですか。そしてこのスタートラインに立ってハイペースですね。富坂さん、どうぞ。この1キロがですね2分57秒でですね、3分になった後にちょっとこうクッと上がる傾向があってですね、その時にこう集団がこう縦に伸びるっていうんですかね。先ほども井上選手がその集団のこの真ん中から後ろの方にいたので一旦ちょっと集団が分かれそうになったんですけれども、また吸収っていうかつきましたので少し縦に長い展開になってますね。そして給水ポイントです。各選手がそれぞれドリンクを手にしています。微妙ですけれども、そのペースの上げ下げがある中でいうと、この集団の中で高岡さんどういうふうに対処していったらいいでしょうか。そうですね、それほどですね、1秒1秒を意識すると、はい、精神的にもですね、きつくなってくると思うので、まあ、そこはですね流れの中に、身を任せて走ることが大切ですね。むしろ給水の時はですね人数がもう絞られているので非常に取りやすいんじゃないかなと思います。はい、選手たちは東海道新幹線そして名神高速をくぐりました。ガードをくぐりますと景色が一変します。選手たちの目の前の風景、市街地から一気に緑が増えて山が瀬田川までせり出してくる光景が広がっています。先ほどナンバーカード26番ペースメーカーのジェームス・ルンガル選手、所属を日本発情と申し上げましたけれども、正しくは中央発情です。大変失礼いたしました。ルンガル選手の所属は中央発情です。ケニア出身です。そしてこちらは後方のグループです。1キロ3分ペースをしっかりとこちらも刻んでますね。そうですね、その中でもですね、また集団が大きいのでですね、はい、まあ、そういった意味も含めてですね日本のマラソンのレベルアップが図れてるんじゃないですかね。386番が見えましたのはラフィネグループの富安です。
こうして一般参加の大きなナンバーの選手たちもこの後方のグループにしっかりとつけています。水坂さん、どうぞ。この集団、先ほど10キロの前で数を数えた限りではまだ80人以上いました。そうですか。通常はこの1キロ3分がこの琵琶湖毎日マラソンのペースメイクが多かったんですけど、ね、そうですね、昨年まではですね、その集団が先頭集団だったんですよね。さあ上空からの映像、選手たちは石山寺の前へと差し掛かってきています。747年に建てられたとされています。紫式部が源氏物語の構想を練ったとされることでも知られています。梅の名所です。直前の情報では五分咲きということです。琵琶湖周辺の美しい景色8つを挙げました近江八景、石山の秋月としても知られています。その石山寺の前を今選手たちは通過しています。富坂さん、どうぞ。この1キロがですね、3分というところですね。先ほど2分57で、その前が3分1、その前が2分54ということですね、まあ、ちょっとペースが上がったら少し落として、上がったら落としてっていうので、こう微妙にちょっとこう何て言うんですかね、上げ下げがありますので、まあ、それにうまく対応できている選手とですね、ちょっとこれが嫌だなと思っている選手の差がこの後ね、ちょっと心配かなというところがありますね。先頭グループは現在25人です。招待選手では高く井上、小倉、下田、菊池といいます。それから狩行の姿も先ほどは確認することができました。招待選手といいますと、トヨタ自動車の藤本拓選手がこの先頭グループの中にはいません。藤本選手は後ろの集団の中にいました、はい、先ほど。そうですか。それからこの集団の後方に429番という大きなナンバーカードの選手がいましたが、西鉄の甲斐選手です。146番が見えていますのがコモディ飯田の金子昭弘選手です。東海大学の OB です、金子選手です。 5000m は13分57秒という自己ベスト、マラソン2時間15分54秒、こちらですね。学生時代は箱根駅伝のアンカー区間10区を走ったこともあります。ハイペースのこの先頭グループにしっかりと今つけています。選手たちは刑事バイパスの下を今くぐりました。選手たちの向こう側に見えているのが瀬田川です。常に水の風景が見えるというのもこの琵琶湖毎日マラソンの大きな特徴ですね。そうですね、まあ、この景色がですね、まあ、ちょっと見れなくなるというのはですね、はい、寂しくも感じるところもあるんですけど。それからナンバーカード116番、 GMO インターネットグループの林圭介選手です。去年の別大マラソンで初マラソンマークした2時間12分31秒というのが自己ベストですが、今年のこの初めての琵琶湖では2時間10分切りを目標としています。マラソンで結果を出すために競技を続けているということです。116番です。今選手たちがどうぞ、はい、この1キロが2分54秒5ですから、また上がりましたね。上がりましたね。さあ13キロを超えて、選手たちはコースの中での唯一の大きなアップダウン、平津峠へと差し掛かってきます。原田さんからも先ほどありましたように、3分になった後にぐっと記録、ペースが上がりますね。そうですね、1秒2秒ならですね、はい、気にならない程度なんですけど、まあ、ここで6秒も上がるとですね、少しやはり意識をして走らないとですね、いけない状況かなというふうに思いますけど。さあ上りです。往路、復路ともに走りますけれども、往路は緩やかに登って急激に下ります。復路は逆、そしてまた復路は一つ勝負のポイントにもなってくるところですね。そうですね、フラットなコース非常にいいんですけど、少しこういった、
何かあった方がですね、よりリズムに乗りやすいっていう場合もありますので、まあ、そういった意味ではですね、決してこの坂がですね、マイナスになるとは考えられません。ナンバーカード429番西鉄の甲斐翔太選手が少し遅れ始めました。先頭グループからです。富坂さん、この平津峠の上りに入って遅れ始めました、はい、あの石山寺を過ぎたあたりから時折腕をだらんと一回下げてこうペースを切り替えようとしている動きも見られるんですが、もう5メートル以上、さらに差が今少しずつじわりじわりと開き始めています。先ほどの情報ではこの先頭グループはペースメーカー3人も含めて25人でしたけれども、今1人西鉄の甲斐選手が遅れ始めました。ちょうど坂の頂上付近です、まあ、少しペースが上がったことも影響してるんでしょうね。そうですか。招待選手の中ではナンバーカード7番のトヨタ自動車の藤本拓選手の姿がこの先頭グループにはいません。第2後方グループの中にいるという情報が先ほど入ってきましたが、それ以外の招待選手6人はすべてこの先頭グループです。そしてこれは第2放送車の映像です。後方のグループです。この中にですね、富坂さん、はいはい、ナンバーカード72番神野の姿がありますね、はい、今白いランニングウェアですね。だいたい集団がですね、これ先ほど80人という稲垣アナウンサーの情報でしたが、それよりもかなり絞られてきましたが、まあそれでもまだ50人以上の集団になっています。おそらくこの中にトヨタ自動車の藤本がいると思うんですが、まだ、肉眼では確認することができません。はい、ナンバーカード72番の神野選手の姿が先ほどありましたが、12月の福岡国際では途中棄権に終わってしまいました。ロンドンオリンピックマラソン代表の藤原新太コーチの指導を仰ぎながらこの琵琶湖にかけています。2時間10分台の自己ベストですから、なんとか2時間9分台を出したいという本人は強い希望を持っています。この集団がですね、この1キロ2分59秒ですね。ああ、そうですか。こちらもハイペースですね。そうですね、いいペースメイクができてるんじゃないかなっていうふうに感じます。さあ富坂さん、どうぞ。先頭の方がですね、2分57秒で2分54、57とですね、速いペースで来てますね、もう14キロ過ぎました。国道422号線進行方向ずっと行きますと焼き物の里、信楽高原へとつながっていく道です。今選手たちは南下しています。まもなく瀬田川新井関、瀬田川の西岸から東岸へと渡っていく先頭グループです。招待選手が6人この中に入っています。さあ今先頭グループが瀬田川の新井関にかかりました。琵琶湖の水位調節と下流の治水のために設けられました。明治38年に最初の堰が作られ、そして今のものは昭和36年に作られた2代目です。琵琶湖から流れる唯一の天然河川である瀬田川、その瀬田川はこの新井関を通り下流に行きますと宇治川へと変わります。そして最後京都府と大阪府の境付近で淀川へとなって、大阪湾へと琵琶湖の水は注いでいきます。あっという間にこの新井関を先頭グループは渡りきりました。まもなく15キロになります。このペースでいきますと44分30秒ぐらいでしょうか。今15キロ通過、44分31秒。瀬
定通りですね。そうですね、設定通りにあのレースが進んでます。はい、これに行きますと2時間5分台の、はい、しかも集団にいる選手たちがですね、今非常にいい表情で走ってるんですよね。あまりこのハイペースによるこのスタミナの消耗のようなものは感じられませんでしょうか。そうですね、そういったところを感じさせずにですね、走れてるっていったところはですね、まあ、これから後半徐々にきつくはなってくるんですけど、あの集団が大きいので、より期待ができますよね。風は少しあるようですが緩やかで、今度選手たちは北上していますから、こうなりますと少し後ろから押されるような風になります。それと高岡さん、思ったほど日差しが覗いてこないですね。そうですね、やはり日差しがあるとですね、気温以上に、体感温度は高くなりますから、そういったことがないっていうのもですね、今日はよりコンディションに恵まれているというふうに言えます。富坂さん、どうぞ。あのバイクリポート、リポートバイクですけれども、今日はあの上空南に行くほど雲が厚くなっていまして、あのレースがスタートしてから日差しが選手に当たる時間というのはほとんどないような形になってきました。体への負担はですから今日のコンディションは非常に少ないわけですね。ですからこの大集団がハイペースについています。レースは15キロを過ぎています。ビバ、失礼、瀬田川の東岸を一路北上する5キロの区間です。途中、刑事バイパス、名神高速、東海道新幹線、国道1号、そして JR 東海道線、次々とガードをくぐっていきます。近江八景、瀬田の関所にちなんだ関所の道に入ってきました。ペースメーカー2段階設定されています。1キロ2分58秒と1キロ3分のこのペースメーカーのグループが前と後ろにありますけれども、15キロの時点で14秒差で、今29秒差ということですか。そうですね、はい。まあ、後ろの集団も、設定通りぴったりでレースが進んでますね。ですから描いた通りの今レースが進んでるわけですね。29秒差ということは160メートル。画面の右に見えているのは瀬田川です。その瀬田川の流れに逆らう形で選手たちは一路北上しています。沿道の上り旗を見ますと後ろから押してる風でしょうかね。そうですね、ここは選手にとっても非常に走りやすいところだと言えますね。はい、風は先頭が瀬田川荒井関を渡ったあたりからまた出てきました。そうですか。今16キロを通過、そしてスペシャルドリンクです。井上が取りました。小倉も取りました。富坂さん、はい、どうぞ。すいません、先ほど井上君ですね、あの今給水取れてですね、先ほどの時取れなかったのでちょっと心配してましたけども、取れましたね。あのペースの方も今3分でしたね。ジャカルタアジア大会のマラソンの金メダリスト、日本男子としては32年ぶりでした。2017年のロンドンの世界選手権にも出場しています。世界を意識したレースをしたいという言葉が聞かれました。まあ、かつて蘇さんや瀬古さんたちが世界のトップのレースをやっていた頃のように、まあ、今回は海外招待選手はいないけれども、国内の選手の間でバチバチとした勝負をしたいというね、頼もしい言葉が聞かれました。そうですね、やはりその辺もですね、やはり国内メジャーの、あの優勝のタイトルもですね、はい、意識しているところじゃないですかね。数多くの名ランナーがこの琵琶湖毎日マラソンを制して世界の舞台へと羽ばたいていきました。ナンバーカード2番の井上選手の向こう側に見えているのがナンバーカード3番の小倉選手です。青山学院大学時代、箱根駅伝の初優勝のメンバーでもあります。そしてユニバーシアード2015年韓国で開かれた大会のハーフマラソンの金メダリストでもあります。あの2015年の韓国ユニバーシアードのハーフマラソンは1位がこの小倉選手で、2位が一色忠選手で、3位が帝京大学の高橋選手というですね、日本勢が表彰台を独占したユニバーシアードでもありました。ナンバーカード1番ヤクルトの高久選手もしっかりとこの位置にいます。ずっとグループの前の方にいますね。そうですね、
それとやはりチームメイトとやっぱり一緒に走ってるといったところで、普段の練習と同じような流れで同じリズムで走れるといったところでもですね、非常に走りやすい位置というふうに考えて走ってますよね。1番の高久と3番の小倉、1歳違いヤクルトのチームメイト、お互いにお互いの走りがすごいなという感覚を持って刺激になっているようです。それからこちらナンバーカード5番のコニカミノルタの菊池雅人選手です。明治大学の OB、 30歳、かつて日本選手権の 5000m で表彰台3位に上がった実績を持っているランナーです。琵琶湖はこれが2回目ですが、2年前は47位と振るいませんでした。天候にも苦しんだという2年前のレースでした。後半に余力を残せるように30キロからの勝負に備えたいという本人の考えがあるようですが、しかしこのハイペースについています。そしてもう一人注目、こちらナンバーカード4番の GMO インターネットグループの下田です。原田さん、はい、第1構想者原田さんは、まあ、下田選手を今指導していますけれども、マラソンに、はい、対する適性というのはどんなふうに見てるんですか？そうですね、あの初マラソンね、学生時代に2時間11分台で走ってまして、非常にあのセンスがあるんですよね。あのしっかり練習がきっちりできた中でスタートラインに立った時の自信はっていうんですかね、本当安定感はありますので、今回そういった意味ではですね、いい練習できた中で来てますので、あの今もですね、集団の中段から後ろにかけてですね、落ち着いて走れているんじゃないかなというふうに思います。後ろの方から落ち着いてレース展開を見ているという感じなんでしょうかね。そうですね、あのやはり集団がですね、ちょっとこう上がったりペースが上がったり下がっているというのがありますので、はい、あの今もこの1キロが2分58でですね、先ほど3分、その前が2分58ということで、ちょっとこう上げ下げがありますので、あまりそれに影響されないようなところでですね、走れているのかなというふうに感じます。そうですか。選手たちはこのちょっと手前、ケージバイパスをくぐったあたりでアップダウンがありました。17キロを過ぎて間もなく18キロ、瀬田川の東岸を北上しています。ちょうど対岸に先ほど通過しました石山寺が見えてきました。この後袋でもう一度あの石山寺の前を通るんですが、その時はちょうど30キロなんですね。レースが動くところです。まだこちらで数えた人数では24人、ペースメーカーも含めてですが、ナンバーカード117番の中央発条の坂田選手が今少し遅れ始めました。2時間12分36秒という自己ベストを持っています。先ほどスペシャルドリンクを取るときに集団の一番後ろに下がったんですけれども、その後ポジションがなかなか上がりませんで、はい、今5メートル以上もう10メートル近く差が開いてきました。さあそうなりますと、今ペースメーカー3人も含めて23人という先頭グループということになります。そしてその後方が1キロ3分ペース、こちらもしっかりと刻んできています。いやこのペースメーカーも見事、はい、ペースほとんど落ちないですね。この中に、一般参加で言いますとナンバーカードの早い方で言いますと旭化成の深津、はい、それからトヨタ紡織の菊谷が前の方にいますね。さらにあの川内もですね、比較的前の方で、この集団の中にいます。さらに招待選手で言いますとトヨタ自動車の藤本ですが、この集団の後方の方に先ほど姿が見えました。はい、こちらナンバーカード60番のサングラス川内選手を捉えています。本人は絶好調というふうに、私ども今回はまあアンケート形式で直前の状況を聞いたんですが、本人はそう答えていました。それから今名前が出てきた旭化成の深津選手は56番なんですが、あのこれも私ども今回アンケート方式で取材をさせていただいたんですが、競技人生の集大成にという表現が載っていました。そうですね、年齢も33歳といったところと、はい、マラソンのキャリアもですね、過去11回といったところ ですね、やはり、ここでもう一ついい結果を出したいという思いもですね、伝わってきますよね。そうですか。ナンバーカード56番の選手ですが、姿がちょっと確認できるでしょうかね。深津選手です。
2016年の琵琶湖で2時間9分31秒あと6秒でオリンピックに届かなかったという悔しい思いがあった深津選手もこの中にいます。それから76番のトヨタ自動車の堀尾選手です。中央大学の OB、 MGC にも出場しました。このメガネの選手ですね。19年の東京マラソン、中央大学時代初マラソン日本人トップで5位に入って、衝撃のマラソンデビューを果たした人ですね。そうですね、コンディションが悪い中でもですね、確実に走れたっていうの印象をですね、はい、その時に覚えましたね。で服部勇馬選手を今間近に見ていますから、あ、今新幹線が通過していますね。服部勇馬選手を見ながら大いにこう刺激を受けてトレーニングをしている、はい、チームの中にですね、そういった選手がいるとやっぱり影響を受けてですね、良い方向に進みますよね。ナンバーカード146番のコモディイダの金子昭弘選手が少し遅れ始めました。こちらです。名神高速と新幹線の高架をくぐる前で少し遅れ始めまして、今5メートルぐらいまだついていこうとはしています。そうですか。18キロから19キロに向かうレースの中盤です。さあ、まもなく選手たちは瀬田の唐橋の東詰めを通過するところです。今左に見えてきました。この唐橋を渡った名選手といえばこちらです。少し遅れ始めておりますが、後半これからゴールまでどう終盤を通じて持っていくのか、ちょっと坂を。1988年第43回大会に出場した瀬古利彦さんです。オリンピック選考の重圧を跳ねのけて優勝、ソウルへの切符をつかみました。瀬古利彦1着ゴールイン、優勝は果たして瀬田の唐橋ね、そう、あれ越えてからね、もうずっと苦しくてね、最高視聴率、多分俺が一番苦しんでる顔のところが多分 40% ぐらいあったと思いますよ。絶対にオリンピック行くぞっていうね、思いが最後まで足を持たせてくれましたね。この直前の福岡国際に出ることができずに、この最後の琵琶湖で決めたという、まあ、いろいろな流れがあったこの年だったんですけれどもね。そうですね、やはり数々のオリンピック選考ではですね、はい、最終の舞台としてですね、いろんなドラマがあったんじゃないかなというふうに感じます。この瀬古さんも優勝していますし、そう兄弟お二方も優勝しています。過去最多優勝回数が宇佐美昭雄さんの5回です。それから冒頭の VTR でもご紹介しましたが、昭和39年の東京オリンピックの金メダリストである阿部部選手もですね、その金メダルの翌年のこの琵琶湖を走って、大いにファンの皆さんを沸かせたという記録もあります。やはり歴史が長いといろんなドラマが含めて、いろんな名選手がですね、走ってるんだなということもですね、感じますね。ナンバーカード350番のホンダの田口正也選手が見えてきました。28歳、宮崎県の日商学園高校から東洋大学を出ました。これが初マラソンです。ハーフは1時間2分16秒というベストを持っています。富坂さん、どうぞ。この田口、それからナンバーカード146の金子、2人がですね、瀬田の唐橋に向かってちょっとアップダウンがあるところ、そこで先頭集団から遅れ始めまして、今先頭集団との差がもう10メートル15メートル近くなってきました。富坂さん、どうぞ。ですね、この1キロはやはり2分55に上がったんですね。そうですか、はい、58、59ときてですね、落ちなくて55に上がりましたから、集団もこうまたぐっと縦に長くなってですね、やはりこうちょっとこぼれてくる選手が出てきてますね。箱根駅伝の総合優、東洋大学の総合優勝にも貢献した田口選手が今遅れ始めました。350番です。ですから今ペースメーカーも含めて22人という先頭グループ、そして間もなく20キロの通過を迎えます。招待選手の多くがまだこの先頭グループにつけています。20キロ通過、59分20秒。
大迫選手の日本記録よりは少し遅いですが、大会記録を大きく上回るペース。これでいくと2時間5分台ですね。まだそうですね、そのペースにですね、まだこれだけの選手がいるって言ったところはですね、頼もしいですね。ペースメーカー3人も含めて21人の先頭グループ、ハイペースです。そして選手たちの左手向こう側にまた琵琶湖の湖面が広がってきました。ちょうどこの辺りは想定上ボート競技が大変盛んな琵琶湖です。関西の大学や高校の練習拠点として稽古もたくさん並んでいます。ドリンクがあります。高井選手ですね、ナンバーカード162番です。今先頭集団から3秒ほど遅れ始めました。はい、九電工36歳、ハイペースです。浜松一体高校から順天堂大学を出ました。それからこちらは堀合選手ですね。今のは高井選手ですが、こちらは堀合選手です。ヤクルトの24歳、2時間18分台の自己ベストを持っていますが、このハイペースでちょっと苦しくなってきたでしょうか。1メートル82センチの長身です。近江大橋が前方に見えてきました。選手たちは琵琶湖の湖面をまた左手に見ながら北上するところに来ています。その向こう側にどうでしょう、今日は比叡山の姿がくっきりと出ているはずです。加藤登紀子さんら大勢の歌手の皆さんが歌った琵琶湖就航の歌、旧制第三高等学校、現在の京都大学のボート部の学生が琵琶湖一周の想定の旅の時に作ったとされています。20キロからの5キロは途中折り返しがあります。今度は琵琶湖瀬田川の東岸を一路南下するコースです。さあ、そして間もなく21キロ、そして中間点折り返しと相次いできます。まず21キロの通過はこの放送席で見ていくことにいたしましょう。まもなく今21キロ通過。そしてまもなく中間点、中間点通過1時間2分35秒。これでいきますと単純に倍しますと2時間5分10秒。はいですね、そうですね、非常に速いペースだと思います。はい、やはりこのレースだけではなくですね、他のレースでもやはり2分58秒というペースでレースをした経験のある選手が多いんですよね、はい、そういった意味では同じ繰り返しができているといったところで少し精神的にも余裕が生まれているんじゃないかなというふうに感じます。ハイペースのレースに選手たちがもう動揺しなくなった、もうそれを体感しているということですね。それがハイペースと思ってないといったところもですね、強みだと言えます。記録への意識がかなり向上。そしてこの後方集団も今中間点通過1時間3分18秒ぐらいでしょうか。これぴったりですね、そして折り返します。こちらはまだ大きな集団、本来であればこれが先頭グループの琵琶湖ではペースだったんですが、ここにまだ大きな集団がいて、本当に選手の意識が1段も2段も高くなったというふうにですね、感じられるレースですよね。琵琶湖の湖面越しに比叡山の雄姿があります。そして手前にこうしてカヌーですかね、これは漕ぐ選手たちの姿もあります。この風景の中でのトップ選手たちの戦いも今年がこれが最後です。さあ、これは記録も楽しみになってきましたが、ポロポロとこうして遅れていく選手もいます。ヤクルトの高宮96番が遅れました。それから52番 GMO インターネットグループの倉田もちょっと苦しくなってきましたかね。この2人が中間点の手前から遅れ始めまして、もう
先頭集団との差が4秒ぐらいに開いています。今もじわりじわりと先頭集団の差が開き始めています。2時間7分台で優勝を目指したいという上武大学出身の28歳倉田。第一放送車の花田さん、はい、ちょっと倉田選手は遠くなりましたがどうでしょう、表情見えますか。そうですね、ただですね、ペースがですね思ったよりも速かったので、まあ、このコースなのでね、設定通りに行かないかなというふうな想定もありましたので、まあ、後半のことを考えてですね、意識的に下がったということも考えられるかなというふうに思ってます。そうですか。今の時点で先頭との集団との差が6秒になっています。6秒ですから、まあ、36、7メーターというところでしょうか。今村山選手が時計を見ています。ペース27と書かれた村山選手と、それからペース28のワンブイ選手は25キロまでというふうに聞いています。そして中央発条26番のルンガル選手が30キロまで引っ張るという事前の情報です。富坂さん、どうぞ。今の1キロはですね、3分5ぐらいに落ちたんじゃないかなという感じなんですよね。ちょっと折り返してですね、ええ、はい、まあ、ちょっとこのまた次の1キロ見てみたいと思います。少し向かい風の影響があるんですかね。そう考えるとやはり集団の中にいた方がですね、はい、離れて走るよりもいいのかなというふうには思いますけどね。南寄りの少し風が吹いているようです。ですから一番苦しい30キロを過ぎてから追い風に変わるということ。そうですね、そう考えるとですね、南郷新井関のとこまではですね、少し選手にとっては、我慢が必要な、距離ですよね。富坂さん、今リポートバイクですけれども、はい、今この瞬間は風が収まっています。そうですか。ただ無風になったり時折風が出てきたり、そういう状況ですね。はい、村山選手、旭化成、北京オリンピックの代表でもあります。去年は前半怪我に苦しんだんですが、シーズン後半は低酸素の練習などを取り入れてトラックで復調し、でこの春からのトラックシーズンで頑張りたいという本人の決意がありました。そうですね、やはりあとマラソンでもですね、そうですね、活躍してほしい選手ですよね。2時間8分台の記録をベルリンでマークしていますからね。富坂さん、どうぞ。先頭集団ですけれども、やはり先ほどの1キロが遅かったせいかですね、ちょっとこうペースが上がってるんですよね。ちょっと今集団がこう前と後ろ微妙にこう切れそうな感じになってますね。その中にナンバーカード116番、まあ、原田さんから状態の良さが伝えられました GMO インターネットグループの林もこの先頭の中にいますが、ちょっとちぎれ始めましたか。そうです、それは間が空いてますね。そこはペースが上がった部分でですね、はい、すぐ反応しなかったっていうふうに考えられますよね。あまり敏感に反応しすぎるというのもスタミナの消耗になりますでしょうか。そうですね、やはりそういったことを考えている選手はですね、可能な限り一定のペースで行きたいっていう意図がですね見受けられますよね。国道1号線、それからその手前に JR 東海道線がありましたが、そのガードをくぐりました。琵琶湖からちょうど瀬田川に変わったあたりです。瀬田川の東岸ですから、画面でいうと左手方向が瀬田川の川面があります。記録をぐいぐいと伸ばしてきているヤクルトの小倉の表情もこの中にいます。動き、表情どう見えますか。いや、スタート直後とですね、全く変わらないんですよね、はい、そういった意味ではですね、まだまだですね余裕を持って走れていると思いますし、この多少なりともの上げ下げにもですね、それほど動じてないというような印象を受けますよね。上坂さん、どうぞ。この1キロ2分53だったんですね。早かったんですね。ということで少し集団が割れかけたというのは、そういう影響もあるんでしょうか。まもなく村山選手とそれからワンブイ選手がこのペースメイクの役目を終えるという地点が来ています。25キロです。今先頭グループはこのペースメーカー3人も含めて17人、この中に招待選手6人の姿があります。16番の林、 GMO インターネットグループがこの前2人ペースメーカーにつけています。
その後ろから招待選手勢の黄色いナンバーカードが見えています。富坂さん、どうぞ。瀬田の唐橋のアップダウンのところで69番中央発条の吉岡が遅れ始めました、はい、今前との差が5メートルぐらいになっています。去年の琵琶湖で自己ベスト2時間10分13秒をマーク、そして12月の福岡国際でも全く同じ自己ベストタイをマークして、今年もまたこの琵琶湖にやってきました。去年琵琶湖初マラソンで好記録をマークした吉岡で、好調が伝えられました。前半から攻めていきたい、チャレンジしたいという言葉があったんですが、ここは正念場ですね。そうですね、やはり今ここまでこのペースで来れたってことは彼にとっては非常に良かったんですよね、ただここからですね、レースをどう組み立てて最後までゴールに持ってくるかってことがですね、これからの課題ですし、今後マラソンで成功するためには必要なことですね。ここから一人になってもう一度どう組み立てるか。そうですね、やはり自分でリズムを作り直して、最後まできっちり走り切るってことがですね、大切です。今の時点で先頭集団との差が3秒に開きました。3秒差、差は17、8メーターでしょうか。粘りたいところです。選手たちは東海道新幹線と名神高速を今くぐりました。まもなく24キロ今ペースメーカー3人を含めて16人の先頭グループです。原田さん、はい、林選手の動き、表情はどう見えますか。そうですね、少しこうぶれてはきましたけれども、終始同じ位置で走っていますので、そういった意味ではロスは少ないんじゃないかなというふうに思いますね。24キロ過ぎています、はい、この1キロが今2分57ですね、はい、ペースメーカーのすぐ後をつけているというのは何か考えがあるんでしょうか。やはり走り始めて位置がそこだったので、もうそのままそのリズムに乗っているんじゃないでしょうかね。ああ、そうですか。ただちょっと心配なのがですね、これで25キロでその前の2人が離れますから、外れますので、そうすると先頭に立ってしまいますので、そのあたりのことをですね、その後の判断が、どうすべきなかなというのをしっかりですね、考えてほしいなというふうに思います。30キロまで引っ張るルンガル26番はその後方にいます。折り返し点に先ほどご紹介した下村選手270番がやってきましたね。18回目の出場、過去17回すべて完走。今折り返しました。ハーフで1時間12分20秒ぐらいだったでしょうか。まあ、コースは知り尽くしてるでしょうからね。目をつぶってでも頭の中でイメージできるぐらい。そうでしょうね。はい。さあ、また第一放送車先頭グループに戻ります。まもなく25キロ前、2人のペースメーカーがここで役目を終えます。ですから林選手が少し飛び出す格好になりましたね。そうですね、少し間が空いてますよね。 5,6 メーター空いてるでしょうか。ペースメーカー3人も含めて先頭グループは今12人、また後ろが少し詰めてきています。瀬田川の東岸を今選手たちは南下しています。さあ、まもなく25キロ あ、ここでワンブイが前に出て、今25キロ通過、1時間14分08秒1時間14分08秒で25キロを通過していきました。このペースでいけば依然2時間4分台。
はい、いいペースですよね。いいペースですね。林君はもう自分のリズムで走ってますね。はい、林は今ペースメーカーよりも前です。もう村山とルンガルは外れましたね。そうですね、あまり見られないあの光景ですけど、はいはい、林君にとってはですね、このリズム、この位置がですね、今走りやすいんでしょうね。今自分のリズムに乗っているということですか。はい、そうですね。青のナンバーカードワンブイがこの後30キロまでのペースメイクをすることになっていますけれども、それよりも前に今林が出ています。もうこのまま押し切った方がいいわけですね。こうなるとただですね、このままいけるとはですね限らないですよね。あ、井上選手がこれ林選手を追い始めましたね。少しひょっとしたらペースメーカーに見切りをつけたのかもしれませんね。レースは25キロを過ぎました。瀬田川の東岸を南下、瀬田川の新井関を渡った後は今度は西岸を北上していくコースです。井上が前に出ました。今度はここで井上、おとといの会見でもですね、ペースによってはなんて言うんでしょう、かき乱していくようなですね、はい、走れもするかもしれないということを言ってましたけれども、そうですね、やはりペースメーカーに頼りすぎないっていう気持ちがですね、あの彼の中でですね非常に強いものがあるんでしょうね。そうでないとここからですね、先頭に出ていくっていう選択肢はですね、あまりないですよね、はい、期待された MGC では27位に沈みました。そして去年の東京マラソンでも途中まで一時トップに立った、あの日本人のトップに立ったんですけれども、後半大迫選手に抜かれて終盤は失速してしまいました。やはり東京オリンピックっていう狙うって言ってですね、プレッシャーが彼にとってはですね非常に大きかったのかなっていうふうに感じますよね。しかしどうでしょう、優勝候補の本命とも言っていいこの井上がここでトップに立ったことで他の選手たちがどう反応するかですね。そうですね、まだ17キロあるっていうふうにですね、はい、考えて終わらないのかですね、はい、このまま逃がしてしまうのか、後半ですねどういったレースの組み立てでですね、優勝争いをするのかっていったところがこの後注目ですよね。給水は取れなかったでしょうか。はい、給水は取れなかったんですね。取れなかったんですね、はい、で今の1キロがですね2分54に上がりましたから、はい、これもうスパートっていうんですかね、勝負に出てますよね。そうですか。あ、そしてゼネラルを今取りましたね。給水に関してはこれでいいんでしょうね。そうですね、スペシャルが取れないときはですねゼネラルを取って、はい、する給水をするっていうのがですね通常ですね。そしてヤクルトの記録を伸ばしている小倉、さらに最もいい自己ベストを持っている高久が集団の一番後ろの方です。この2人が25キロを過ぎて先頭集団の一番後ろに下がってきました。で今先頭集団縦長になりまして、はい、25キロを過ぎてですねもう前から後ろまでが40メートルぐらいの長さになっています。そうですか。もう一人ナンバーカード101番小森コーポレーションの一山翼の姿もありました。高岡さんはこのタイミングで井上が仕掛けたというのはどう見ますか。本来ですねこの映像を見るのは30キロ過ぎてからの映像かなというふうに思ってたんですけど、ここで勝負に出てくるとはですね思ってない選手はですねほとんどだったんじゃないかなと思います。そういった意味では意表をついたスパートかなというふうに思います。状態は去年の11月から上向きになってきたと井上は答えています。はい、どうぞ。すいません、どうぞ。こちら第1号車から見ててもですね非常に井上君表情はいいんですよね。無理をして走っている感じはありませんから、逃げるんであればですねこのままのペースを維持してですねやはり、30キロまでにですねもう少しこう距離を空けておきたいところですよね。そうですか。25キロを過ぎて2分54秒にペースを一気に上げて今独走という形になってきました。
井上にとって初マラソンは2016年のこの琵琶湖だったんですけれども、30キロ以降感じたことのないきつさを感じた、甘く見ていたマラソンのその厳しさを本当に知った、そこから自分は強くなれましたと、この琵琶湖のコースについて語っています。でそこから数々の世界の舞台の経験も踏んで、で10回目のマラソンで久しぶりにこの琵琶湖のコースに戻ってきたら、今経験を踏んだ身で見ると意外に走りやすそうだと感じたそうです。あ、そうですか、はい。まあ、ただですね、その苦い経験を持ってもですね、またここで、勝負仕掛けて後半苦しむのを覚悟してですね、行くところの、気持ちが強いですよね。そうですか、気持ちの強さですか。そしてさっき、はい、どうぞ。この1キロも2分53秒ですね。そうですか、さらにペースを上げている井上、ただ後ろもあまり離れていないようにも見えます。でこれはその一番後方と先ほどリポートがあったヤクルトの2人、高久と小倉、そして小森コーポレーションの一山です。この2人はこのペースアップどう考えているかですね。まだ勝負するにはですね、早いっていう判断を取ったんじゃないかなと思いますね。そうですか、はい、このままでは多分いかないだろう、どこかでまた落ちてくるだろうという。そうですね、まあ、このまま行くとですね、ひょっとしたら5分0とかですね、4分台もね見えてくるようなペースですから、はい、まあ、そこまで、ペースが上がるのならもう仕方ないって思うところもあるのかもしれませんね。そうですか。富坂さん、どうぞ。井上選手はですね、後ろの集団が5秒ですね、今5秒ってことは30メートル弱でしょうか。だからですね、後ろもですね、ペースメイクはしっかりいってるわけですね。2分58位ぐらいでいってますので、後ろは逆にまあ、ペースメイクがいますので、ついてる選手は楽じゃないかと思います。琵琶湖の東岸の石礁の道を今南下し終えまして、右に曲がり、右に曲がりました。そして瀬田川の荒井関に今かかってきました。袋の瀬田川の荒井関、これを渡り終えますとまもなく28キロ。高岡さん、はい、井上としてはスパートをかけたんですが、後ろが思ったほど空いていない、これはどうでしょうかね。まあ、後ろはペースメーカーがペース通り走ってますし、はい、まあ、井上君はここから、追い風になることもですね、読んで先に、前に出たこともありますよね。そして今画面でもご紹介しました袋のポイント、平津峠が間もなく選手たちの前方に現れます。詰まってきましたね。そうですね、少しペースが安定してきたのかもしれませんね。富坂さん、今3秒差になりましたね。3秒差、随分詰まりました。これ一旦吸収されるかもしれませんね。ただ後ろ追いかけてる方もですね、決して楽ではないんですよね。まあ、そういった意味ではですね、この後オーレースがどうなるかって予測ができないですね。先頭井上、その後ろに2位集団がいて、さらにそこから8秒遅れて高久、小倉、一山の3人という上位の状況です。まだ平津峠の手前ですが、この辺りからじわじわと上りを感じているはずです。まもなく28キロ。後ろが追いついてきます。28キロを通過。富坂さん、はい、井上くんのペースが落ちたんですね。3分6でしたね、今ね。3分6、はい、また先頭集団に戻りそうです。そして高岡さん、これまたグループになって平津峠、はい、そうですね、まあ、これで再度仕切り直し入っていったところですよね。見てますね、井上は。少しちょっと様子を見る形でですね、前に行ったのかもしれませんね。ナンバーカード4番の下田が少し離れています。上りにかかっています。今ワイとの差が5メートルです。5メートル上りに入ります。まだ1秒ほど。自己ベスト
2時間7分27秒をさらに超えるタイムを下田は出したい、それを狙っていきたいという決意がありましたが、また下田が追いついてきそうですね。そして、はい、どうぞ。あの先頭集団見ててもですね、やはりみんな表情はあのきついんですよね。あの、はい、楽な表情をしているのは井上君、鈴木君あたりは楽なんですけれども、菊池君なんかもかなり表情がきついので、このペースメーカーが離れた後ですよね、ペースが落ちるようであれば後ろの選手もまだこう追いつく可能性はありますね。下田が追いついてきます。平津峠の袋は急な上りに今入っています。ペースメーカーのワンブイは30キロ、ちょうど石山寺までということになります。ペースメーカールンガル選手ですね。あ、失礼しました。あ、ルンガルですね、はい、ごめんなさい、ルンガル選手です。ルンガル選手はこの後30キロまで西山寺です。村山選手とワンブイ選手、ペースメーカー2人はもう外れました。26番はルンガル選手です。でこの先頭グループにですね、先ほどからあまり出さないんですが、鈴木選手がまだいるんですね。そうですね、前半非常に目立たないところでですね、レースを進めていましたし、まあ、ここって勝負どころになるとですね、やはり前に来るっていうのはですね、やはり、はい、レース感もですね、非常にいいものを持ち合わせている選手ですよね。こちらです、富士通の鈴木健吾、去年は苦しい思いをしました。からその後ろ、ナンバーカード66番が見えているのがホンダの土方。この人も去年の東京マラソンで2時間9分50秒という自己ベストを、まあ、初マラソンでサブ10をマークしました。それから旭化成の第6のもいますね。ナンバーカード88番、鹿児島城西から明治大学を出ました28歳、去年の東京マラソンで2時間11分19秒の自己ベストをマークして、あの1月の実業団駅伝でも頑張りましたね。そうですね、トラックも駅伝もですけど力のある選手なのでですね、まあ、ここからですね、どういったレースをするかですよね。富坂さん、どうぞ。今先頭集団3分2秒でですね、少しやはりなかなか3分は切れなくなってきてますので、このペースメーカーが離れた後ですよね、このペースを維持できるかが大事になってきますね。花さん、ちょっとまた下田が離れ始めましたね。そうですね、まあ、ここをなんとか粘ってほしいですよね。富坂さん、この下田ですけれども、平津峠の下りに入ってもペースが上がらずに、もう先頭集団との差が20メートルぐらい、4秒以上の差になってきました。先ほどよりも差が開いてきました。リポートバイクの稲垣アナウンサーからの情報です。ここは正念場と言っていいでしょう。差が開いて今6秒差です。6秒差。今先頭グループ手元で画面の右に出ていますが、ペースメーカー含めて7人というグループ、下田が少し遅れ始めました。今6秒差。その後ろから小森コーポレーション101番の市山が追いかけてきています。さあ平津峠のアップダウンを越えて、わずかに上り基調の中で間もなく30キロ石山寺です。井上、狩幸、菊池、そして第6の鈴木、土方と言います。いや、これは楽しみな顔ぶれになってきましたよ。そうですね、ペースメーカーが離れてからですね、誰がこのままですねリズムを作ってですねレースをやるかっていうところがですね非常に楽しみですよね。中央発条のルンガルペースメーカーは30キロまで、狩幸が前、鈴木がすぐ後ろ、土方がつけて、そしてその後方、菊池、第6の井上と3人。日本の選手はもう30キロペースメーカー離れた時のことを考えてレースしてますよね。縦一列になってきました。30キロまでこのハイペース展開に残ったのは6人。まもなく30キロ。今通過。1時間28分59秒。想定2分58秒のペース。
ペースぴったりでこの30キロを通過。2時間5分台、日本記録を上回るこのままのペースということになります。さあ、そしてペースメーカーが外れてこの6人、もう一度確認しておきましょう。先頭ナンバーカード6番の狩幸、そのすぐ後ろに富士通の鈴木がいます。ホンダの土方66番、旭化成の第6の88番、その後ろにナンバーカード2番の三菱重工井上、そしてコニカミノルタの菊池といます。この6人縦1列、高岡さん、はい、ここからが本当の勝負ですね。そうですね、あと12キロですね。どのように走るかによってタイムが大きく変わりますよね。原田さん、どうぞ。はい、菊池君もきつそうなんですけど、先ほど井上君も多少ですね、ちょっとこう きつそうな顔はしてましたので、ここをちょっと辛抱したいところですよね。少し歯を食いしばるような表情が出てきましたので、ここでペースが上がるとですね、ちょっときついかもしれないですね。確かに画面の左側に見えていますナンバーカード5番コニカミノルタの菊池、口が開いてきました。そして井上も後方、集団を引っ張るのが戸上電気製作所のサイモン狩幸、一方鈴木土方第6のについては原田さんからはどう見えますか。そうですね、第6の君もですね、ちょっと今また下がり始めたんですよ ね、 すね、ちょっと後ろを見始めているので、ここは気持ち前で行かなきゃダメですよね。井上君はちょっとやはり腕をかなりこう意識的にこう振ってるんですかね、きついところをなんとか乗り切ろうというような動きになってますね。75番富士通の鈴木は去年もこの位置で外国人の先頭グループにただ一人日本選手でつけていましたよね。はい、そういった意味ではですね、今回、勝負に徹してますよね。ただ去年はここから30キロ31キロ過ぎのところから遅れてしまった、はい、その悔しい思いで1年間トレーニングを積んできたそうですから、まさに同じ展開でここまで来ています。そうですね、この1年ですね、彼がどう変わったのかってですね、これからレースで見せてくれるんじゃないかなっていうふうにも思いますね。はい、レースは終盤に入ってきています。まもなく31キロ、石山寺の前を通過しアップダウンを越えたところです。京阪電鉄の石山寺駅前を今先頭集団は通過、そして31キロ、富坂さん、この1キロ2分59ですね。また上がりましたね。狩幸が引っ張っています。菊池も苦しそうな表情ですが耐えてますね。そうですね、非常にうまく粘れているように感じられますよね。ナンバーカード5番です。そして一番後ろに旭化成の第6の88番が下がりました。ここでドリンクです。ここは井上を取りました。ペースメーカー2分58秒の集団と3分の集団の差を各5キロごとに表示しています。もう3分の集団についていた集団とは大きな差になっています。今こぼれているのはこの2分58秒の集団につけていた選手たちです。後方のペースに、1キロ3分のペースメーカーの集団も今30キロを通過、1時間30分02秒琵琶湖毎日マラソンの過去の日本選手の最高タイムよりも後方の集団でも速いペースで今通過したという情報です。そうですね、当初の設定通りのペースでレースが流れてますよね。富坂さん、どうぞ。ちょっと第6の選手が厳しくなってきましたね。ここをなんとか粘ってつきたいところですよね。サイモン・カルキ選手はですね、非常にこうずっと同じペース3分前後で行ってますので、これついていけばですね、非常にいい記録が出るんですよね、はい。今また追いついてきましたので、なんとか粘ってほしいですね。富坂さん、第6のはスペシャルドリンクを取った後に主催者が用意したスポーツドリンクも取りました。そうですか。また今集団についていきます。またつきました。高岡さん、この辺りの動きはどう考えたらいいですか。そうですね、このペースで来てですね、きつくないわけがないんですよね。そこをどうしのぐかがマラソンでは大切なことですし、きついのを我慢すればまた楽になる時があるんですよね。そういったのも来る
までですね、やはり我慢してレース進めるしかないですよね。ちょうど今選手たちはあの瀬田の唐橋の西詰め、瀬田の唐橋の横を4回通ると申し上げましたけれども、その4回目西詰めを先ほど通過したところ、この最後の瀬田の唐橋を通過したところで勝負の優勝争いの舞台に残っているのはこの6人。いや、行きの西詰めを通った時とは全く予想の違う、そうですね、厳しい勝負の展開になってきました。そのペースをここでもまだ維持ができてるっていったところがですね、はい、各選手すごいですよね。それからこの6人の先頭グループの後方にナンバーカード101番小森コーポレーションの一山の姿が遠くに見えました。2時間12分台のベストを持っている一山ですから、これも大幅な自己ベストになっていきます ね。 そうですね。ただまだあと10キロありますから、ここからが本当のマラソンなんですよね。富坂さん、はい、この1キロ3分2秒ですね。3分2秒、赤いランニングシャツの井上の表情、ちょっと口が開いている。菊池はまた戻ってきたか。で、第6のもまた表情が普通に戻ってきました。誰かがきつくなると元気になるんですよね。残り10キロを今1時間35分34秒で通過しました。これ残り10キロをですね、仮に30分で行ったとしても2時間5分台ですよ。そうですね、31分かかっても2時間6分台ですよね。そう思うとですね、気持ち的に余裕を持って、レース進めてるんじゃないかなと思いますね。最後の琵琶湖畔での大会、これは大幅な日本選手の最高、この大会での最高記録が出そうです。この大会の日本人最高は油谷茂選手、2001年の2時間7分52秒。これはこのペースでいきますと大幅に塗り替えそうです。富坂さん、はい、あの集団見てるんですけど、本当にあの富士通の鈴木くんがすごく表情がいいんですよね。そうですか。はい、レース前にもあの福島あの総監督も監督にも伺いましたけれども、あの非常に状態がいいのでですね、安定したペースで行ってほしいって言ってましたので、本当にレースにこ う, うまく流れに乗れてますよね。高岡さんにもそういうふうに映りますか。そうですね、全く変わらないんですよね。まあ、途中苦しいところもあったと思うんですけど、非常にいいリズムで走れてますよね。ナンバーカード75番の鈴木、去年は外国選手に勝負を挑みながらもうこの辺りでは後ろの方に下がっていたところ、はい、今年はしっかりと優勝争い。そうですね、今年はですね、まだ駆け引きが大きく始まってないんですよね。そういった意味ではですね、狩内選手が一定のリズムで走ってるくれてるっていうのは救いですよね。はい、選手たちの右手に広がる水面は瀬田川から琵琶湖へと変わりましたが、もうそれを見ている余裕はないでしょう。あ、そしてちょっとちぎり始めましたね。第6のと菊池が遅れ始めたか。今5メートルの差が開いています。 JR の高架をくぐったところから少し遅れ始めました。国道1号そして JR の高架をくぐって、選手たちは大津市街地の中心部に今向かって進んでいるところです。富坂さん、はい、井上君がですね、きついんですけれども、なんとかですね、こう歯を食いしばってぐっと腕を振ってですね、粘ってるんですね。少しこう力が入りすぎている感じもしますので、一度こう、ね、リラックスしてですね、はい、気持ちを切り替えればこれまだいけると思いますね。今原田さんが伝えてくださったのは、はい、井上選手ですから、この前方です。今こちらですね、この赤いランニングシャツ。あ、そうですか。そうですね、離されたくないですね。そうですね、なんとかここ粘ってですね、押していってほしいところですよね。先頭グループが3人になりつつあるのか、井上がそこにまたつくのか。今井上と前の3人の差が5メートルです。前の3人の差が5メートル、前3人後ろ3人という形です。それとバイクリポートの稲垣さん、いつもですとこの辺り選手たち向かい風に悩まされるんですが、今日はあまりその心配はないでしょうか。はい、その風がどうかというのを常に気にしながらこの瀬田川沿い、そして琵琶湖沿い走っているんですが、今はですね、ほとんど風は感じませんが、時折あったとしても緩やかな追い風です。そうですか。この場面で追い風です。いつもは選手たちの左手前方、比叡山から吹き下ろしてくる北西の季節風が
選手たちの前に立ちはだかるんですが、今日はその心配はなさそうです。最後の琵琶湖畔での勝負、非常にいいコンディションで選手たちの走りを後押ししています。大迫選手の日本記録更新の期待もしたくなるようなここまでのハイペース。そうですね、これこの後の展開によっては期待できますよね。勝負という意味でも、そして記録という意味でもあまり牽制はしてほしくないなというのがね、私たちこの見守る立場としてはそうですよね。当然勝負一定することは必要なんですけど、はい、このペースを維持したままですね、高いレベルでの勝負が見たいですよね。選手たちの右手前方には比叡山の雄姿、それが見えるところまで戻ってきました。先頭グループ、戸上電機製作所のサイモン狩幸、富士通の鈴木健吾、ホンダの土方秀和、その後ろわずかに開いて旭化成の第6の三菱重工の井上、そしてコニカミノルタの菊池、まだ後ろも1人になってないのが救いですよね。なるほど、3人で終える。はい、狩幸の動きはどう見えますか。まだきつい表情をしてないんですよね、はい、まあ、この後ペースを上げれるのかどうかっていったところなんですけど、決してスピードある選手ではないので、まあ、なんとかこのままのペースを維持して押していってほしいですね。富坂さん、どうぞ。この1キロもですね、2分59、先ほどが3分でですね、この1キロも2分59なんですね。非常に安定してますね。で、土方君もですね、彼もやはりロードの得意な選手、非常にマラソンに適した選手なので、彼も非常に今リラックスして走れてますね。それと原田さん、井上がちょっと遅れ始めましたね、はい、そうですね、表情がねかなりきつくなってきましたので、ここで気持ちを切らないことですよね。まだこのペースでも十分に6分台狙えますからね、最後まで気持ちをね、続けてほしいですよね。井上は今先頭ゾーン差で5秒差になりました。5秒差ですから、まあ、30メートル弱途中、25キロ過ぎで一度飛び出した井上、まあ、勝負を少しこう動かす役割を果たしたんですがね。そうですね、少し勝負を意識しすぎたのが早かったのかなと。なるほど、まあ、今の時点でではって言ったところですけど、そういうように見えますよね。それから先ほど花田さんのリポートにあったように、もう33キロを過ぎてからまた2分台に上がった、はい、これが今のマラソンでしょうか。そうですね、やはり今3分ではですね決して速くないといったところがですね、このレースを見てもですね感じ受けられますよね。レースの後半でもペースを上げるというのが今のマラソンです。さあ、この先頭グループ3人、あと400メートルほどで35キロの通過を迎えます。選手たちの右手後方は近江大橋がかかっているところです。近江大橋の横を今通過しました先頭グループ。狩幸、鈴木、土方。土方もあまり苦しそうな感じは見えませんね、66番。そうですね、まだ実業団に入って1年目で、はい、マラソンも2回目と、そうです、若い選手なんですけどね。まあ、ここまではですね本当に非常にいいレースをしてますね。土方は埼玉栄高校から国学院大学を出ました23歳、マラソンはこれが2回目です、はい、2回目とは思えないような思い切ったレースをしてますよね。35キロの通過です。今通過1時間44分01秒ですから、これで言ってもまだ2時間5分台ですね、はい、
そうですね、カリウギ選手はペースメーカーではないんですけど、ペースメーカー的な役割を果たしてくれてますよね。2時間5分29秒というのが大迫選手が東京マラソンで記録した日本最高記録。それからずっと前の方でレースを進めているこの小森コーポレーションの一山も立派ですね。そうですね、非常によく粘れてますよね、やはり今彼はですね自己記録の大幅な更新っていうことをですね目標に置いて、粘れてるんじゃないかなというふうに思います。一山がですね、6位から遅れること30秒ほどですね。今7位一山、その後ろに5秒ほどの差でナンバーカード3番の小倉ですね。さらにその後ろにですねナンバーカード343番、黒崎播磨、少しこの画面ではまだはっきり見えないかもしれませんけども、ずっとキロ3分ペースの集団にいた343番の細谷ですね。はい、細谷がですね30キロを過ぎたところでペースメーカーが外れたところからその集団を引っ張ってそこから飛び抜けてですね、あ、見えました、こちらです。はい、高く下田を抜いて今9位に上がっています。そうですか、25歳黒崎播磨の細谷も高岡さん楽しみな若手ですね。そうですね、彼も昨年ですね、コンディションを含めて苦い思い出がありますから、この琵琶湖で初マラソン、はいはい、なんとかここでですね最後にいい思い出を作ってですね、その次のマラソンにつなげていってほしいですね。チームの方に聞きますと去年とは比べ物にならないぐらい、心の部分の準備も含めて黒崎播磨の細谷はこのマラソンに挑んできたといいます。その細谷がここへ来てようやく姿が見えましたね。そうですね、渋谷監督も丁寧に指導してましたから、そういったところで今いい形が作れてるんじゃないかなというふうに感じています。35キロを過ぎています。いよいよ最後の勝負です。王子山陸上競技場フィニッシュテープをトップで切るのは誰でしょうか。最後のこの琵琶湖畔での戦い、それを制するのは誰でしょうか。狩行か鈴木か土方か、あるいは後方から第6の井上菊池あたりが追い上げてくるのか。なお日本人選手がこの琵琶湖毎日マラソンを最後に制したのは2002年の武井隆二さんです。 SB 食品、今先頭は狩行選手ですが、この後ろの鈴木、土方、第6の井上、菊池、こういった日本人選手がもしこの後狩行選手を抜いて優勝しますと19年ぶりの日本人選手の琵琶湖毎日マラソン優勝ということになります。ただ狩行選手も動きはいいですね。そうですね、このレースにかけている思いがですね伝わってきますよね。2時間6分台で優勝したいというのが狩行の狙いです。目標タイムですね、一番早くタイム書いたのがこの狩行選手の6分台なんですよね。なるほど、そういったところも含めて思いが伝わってきますよね、はい、そしてスペシャルドリンク、狩行のベストは2時間7分56秒ですから、それを大きく上回るペースで今ここまでレースを進めています。12月の福岡国際ではペースメーカーを務めた狩行ですが、ここで鈴木が前に出る。あ、この給水のところで鈴木が飛び出した。この仕掛けは富坂さん、はい、どうぞ。今ですね給水が取れなかったんですね。取れなかったんですけど、もうそこで逆にこう気持ちを切り替えたのかですね、出ましたね、一気に出ました。あれ、そしてゼネラルを取る高岡さん、はい、この判断は。そうですね、給水の場所をうまく使ってスパートしたと言えますし、取れなかったこともですけど、その後ゼネラルでしっかり取れているので、はい、この後の距離にも不安がないといったところで、仕掛けたんじゃないかなというふうに感じます。残り5キロ余りですね。富坂さん、それでですね、先ほどの1キロが3分4秒落ちたんですね、はい、それもあってですね元のペースにこう戻そうという動きもあったのかもしれないですね。そうですか、このままでいきますと鈴木健吾も大幅な自己ベスト更新です。そして差が開きましたね、随分。そうですね、ここから距離もどんどん減ってくるので、このペース維持して5分台出してほしいですよね。そうですね、となると大会記録も超えることになりますし、はい、そういった意味でもこの後期待ができますね。
大会富坂さん、はい、今先頭とこの2人の差が8秒差に開いています。8秒差、あっという間に開きました。40メートル余り、大津市の中心市街地に戻ってきています。まもなく残り5キロを通過します。この2人はどう追うか。大会記録はキプサングの2時間6分13秒それをも上回るハイペースで日本記録に迫るペースでここまでレースは進んでいます。17キロを超えて間もなく残り5キロ。富坂さん、はい、どうぞ。この1キロ2分53に上がりましたね。ずいぶんとペースアップしましたね。35キロを超えてから1キロ2分53。はい、いや、これはもう外国人の招待選手がいてもですね、十分勝負できるスパートだと言えますよね。そして残り5キロの通過を見ましょう。今残り5キロを通過、1時間50分32秒。15分足しても1時間5分32秒ですから、大迫選手の日本記録に迫りますね。タイムですね、3秒違いですよね。またこれ1キロ2分台に行けば、もしかすると日本記録ありえますよね。ありえますね、はい、すごい展開になってきました。そしてこちらは第2放送車です。はい、旭化成の第6のですね、3位の狩行から10秒ほどの差で、今4位につけています。その後ろに井上、さらに菊池と続いています。今2位が土方、そして3位に狩行、この差が第2放送車の前 2,3 秒差が開いていますね。そうですか。4位の第6のでさえ1時間51分そこそこで残り5キロ通過したんですから、これも2時間6分台ですね。そうですね、まあ、ここ15分で行けることはないんですけど、まあ、16分以内に抑えてもですね、かなりの好記録がですね、期待できますよね。そして井上がちょっと苦しいですね。現在井上が菊池とともに5位グループですが、井上が少し差をつけました。4位手前の第6の旭化成、その後ろ赤のランニングシャツが5位の井上、その後ろにコニカミノルタの菊池という4位5位6位の3人です。いや、どの選手もですね、あれだけ速いペースで入ってですね、ここよく粘れてますよね。さあ第1放送車に戻りましょう。原田さん、ずいぶん離れましたね。そうですね、あの動き変わらないんですね。あの力強さが増してですね、非常に推進力が出てますので、まもなくあのこの後の1キロのラップもちょっと楽しみですね。38キロが近づいています。京阪の浜大津駅、鈴木の左側、そして鈴木の右手には大津港が広がるエリアです。これは記録も楽しみ。噴水が好記録を歓迎するかのように先頭の鈴木を迎えています。38キロ通過。富坂さん、この1キロ2分52です。いや、ちょっと驚きますね。これは日本記録が出そうな感じになってきましたね。大迫選手の日本記録に2時間5分29秒の更新も可能です。東京のコースは少し下ってますからね、はい、そういうことを考えると、ここフラットのコースですね、このタイムで走れるとですね、相当力があるといった証拠になりますよね。そしてこちらは2位になりましたね、ホンダの土方、はい、この土方はこの1キロ3分5秒かかっています。前を行く鈴木との差がどんどん開いてですね、もう20秒以上、どんどんその姿がここから見ても小さくなってきました。決して悪いペースではないんですけどね、前と離れると精神的にですね、きついですよね。富坂さん、はい、鈴木君がですね、ちゃんとこう1キロごと今ラップ確認してるんですね。で、先ほども自分で見てましたので、またこう表情にこう引き締まったっていうんですかね、やってやるぞっていうものを感じますよね。
ィニッシュ予想、このままでいきますと2時間5分38秒ですが、今1キロ2分50秒台前半でいっている鈴木です。日本記録の更新も視野に入ってきます。琵琶湖の水を京都に送る疎水の上を先頭の鈴木が通過。王子山放送車で1位と2位の差を測りましたが30秒ですね。30秒、1位と2位でもう30秒差ですから170メートルぐらい開いています。あ、後ろにホンダの土方の姿があります。あの大学時代箱根の2区を制して本当にあの期待され注目された、はい、ロードに強いというこの評判の鈴木、 MGC でも好走しましたが去年の琵琶湖は苦しんだ。そして1年後のこの舞台、この走り、そうですね、スピードを磨いて再度マラソンに挑戦、そしてですね記録が更新できるところまでですね、来ましたので、あと3キロですね、なんとか維持してほしいですよね。去年は後半失速し、あの雨の厳しいコンディションの中外国勢に勝負を挑みながら後半失速し12位、自己ベストも切れませんでした。その悔しさを持って練習してきました。1年間の成果を形にしたい琵琶湖毎日マラソン第76回大会。苦い経験を力にできてますよね。今39キロ通過、そしてこの後橋の上で残り3キロを迎えます。はい、富坂さん、この1キロ2分51です。少し距離表示が間違ってるんじゃないかって思うようなですね、スプリットを刻んでますよね。これ残り3キロを2時間は52、3秒でもし残り3キロ各1キロ行ったとしたら相当ないい記録です。2時間5分前半ですよね。今大迫選手の日本記録を出した時の40キロの通過が1時間58分51秒ですから、富坂さん、はい、あと3キロのところですね、1時間56分12、3秒で通過しましたので、12、3秒、56分12、3秒、はい、出る可能性高いんじゃないですかね。あと3キロですから8分50ぐらいでは行くんじゃないですかね。5分前半見えてきましたよね。大変な記録になりそうです。なお大迫選手が日本記録を出した時の40キロの通過が1時間58分51秒。この後40キロの通過を見てみましょう。残り3キロの時点であと9分27秒かかってもですね、記録更新ですから、もうこれはこれは行きそうです、ね、はい。もうこの後大きな上りなどはありません。富士通の鈴木健吾、愛媛県の宇和島東高校から神奈川大学を出ました。25歳。コロナで大会などが中止になり全体練習などもできない期間、自分自身を見つめる時間が多く取れたと鈴木は前向きに捉えました。スピード強化と筋力強化に勤しんで、そして今年のこの琵琶湖、前向きにですね、いろんなことを捉えて前に進めることができるっていうのがですね、良い部分でしょうね。大迫選手の日本記録を視野に捉えています。まもなく県道高島大津線、ここに別れを告げて左に曲がります。近江神宮につながる道に入ったところが40キロ、そこの通過を見ましょう。大迫選手の日本記録の時には1時間58分51秒で40キロを通過しています。58分51秒です。この1キロも2分58秒です。これは高岡さん、格別のない記録が出そうです。そうですね、少しペースが落ちたといってもですね、3分を切ってますから、記録更新にはですね十分なタイムですよね。
この5キロが14分39秒です。そうですね、あのここですね、また落ちずにです、ね、上げれたっていうのがですね、やはり彼の強みですよね。しかもスタートから全ての5キロ区間で一番速いタイムをこの35キロから40キロ出している。はい、ここは勝負してですね、ペースを上げたっていうのもですね、やはり力がないとできないですよね。残り2キロを通過しました。梅坂さん、表情を見てるとですね、あの本当にこうどんどんこう闘志が燃えてるっていうんですかね、やはり自分でこうタイムを確認して自分が狙った通りのタイムが出てるんだと思うんですよね、だからどんどん気持ちが乗ってきてますね。手応えを自分でもつかみながら今走ってるということになりますね。そして2位グループとの差が今入ってきました。57秒。もう2位グループ土方、刈行、この2人とは57秒の差があります。失礼しました、土方第6のがどうやら今最新の情報では2位グループということで、そこと57秒差。さあ、あとは記録との戦い。表情を見てても苦しいんでしょうけど、苦しさを感じさせないですよね。高岡さん、これ記録、そして自分のスピードはもう実感しながら、ね、そうですね、そうですね、やはりきついところだと思うんですけど、記録に挑戦してるっていったところがですね、頑張れる要素になってますよね。第76回琵琶湖毎日マラソン、最後の琵琶湖畔でのレース、先頭の鈴木健吾が日本記録を更新するペースで、間もなく長く続いたこの琵琶湖畔のコースに別れを告げます。今41キロ通過。富坂さん、この1キロ2分51です。どんどん上がってます。そうですね、ペースが、この速いペースが変わらないといったところがですね、この後半一人で押していけてるといったところが彼強いですよね。まもなく残り1キロ、残り1キロで2時間2分6秒。仮に3分でいったとしても5分5秒ですね。高岡さん、これ4分台の可能性もありますね。4分台ありますね。今1キロ2分50秒そこそこで来ています。はい、この同じペースいけばですね、4分55秒57秒あたりになりますよね。76回琵琶湖毎日マラソン、最後の琵琶湖畔でのレース、富士通の25歳鈴木健吾が驚異的な日本記録更新に向かって進んでいます。今琵琶湖畔のコースに別れを告げて、王子山陸上競技場へ。最後の琵琶湖畔のコース、先頭で帰ってきたのは富士通の鈴木。王子山陸上競技場をこのあと1周と半分回ってフィニッシュテープです。いや、多くの選手がですね、競技場に入ってくるシーンをよく 見るんですけど、こんなペースでですね、入ってくる選手見ないですよね。2時間3分台でこの競技場に入ってきたというのは、この琵琶湖の長い歴史でも初めてということになりましょうね。あと1周、さあ記録はどうでしょうか。2時間4分台は、いや、もうここまで来たらですね、ぜひ行ってもらいたいですよね。
まあ、そうすることによってまた日本のマラソン界のですね、壁が一つなくなるんじゃないかなというふうにも思います。あと300メートル。バックストレート中央、あと200メートル、4分21秒ぐらいで残り200メートル、5分切れますね。さあホームストレートに帰ってくる、残り100メートル、第76回琵琶湖毎日マラソン、鈴木健吾驚異的な日本新記録で初優勝。すごいですね。2時間4分56秒史上初めて日本人選手で2時間5分を切りました。最後の大虹を制したのは鈴木、素晴らしい日本新記録です。そして後方の選手たちも今続々と競技場に戻ってきています。今2位でホンダの土方が競技場、今バックストレートです。いやー高岡さん、はい、これも6分台ですね。ちょっとこの記録レベルにはすぐには言葉が見つかりません。そうですね、やはりいいペースでいけたことであったり、このコンディションであったり、そしてホンダのこの土方も頑張りましたね。いやまだマラソン2回目でですね、23歳という若さで、ね、ここまで走るのも大したもんですよね。2時間9分50秒の自己ベストを大きく上回る2時間6分台。今土方、今フィニッシュ、2時間6分26秒でしょうか。土方も大幅な自己ベストで3位に細谷が来た。細谷も2時間6分34秒、見事な自己ベスト。井上戻ってきました。井上も2時間6分台です。自己ベストですね。井上も自己ベストですね、はい、6分台2回目ですね。井上も2時間6分46秒自己ベスト更新。小倉も帰ってきた。小倉も初めての2時間6分台。なんというハイレベルな勝負でしょう。最後の琵琶湖畔のレースはとてつもない記録が出ました。第6のが来ました。第6のも2時間7分10秒ぐらいでフィニッシュしました。第6の6位、第6のも大幅な自己ベスト更新、狩幸がフィニッシュ。そして菊池も来ました。菊池も2時間7分台。菊谷が来ました、トヨタ紡織。あー川内も自己記録更新です。自己記録更新ですね。いやー続々と選手たちが2時間8分を切る好記録で続いてきています。素晴らしいですね。いやーこんだけですね、いい記録が出るとはですね、スタートした時にはですね予想できなかったですよね、はい。349番カレボーの足は、あーそして招待選手の下田も2時間8分を切りました。そして高久が戻ってきました。354番は三菱重工の山下一貴、この人も期待の選手ですね。初マラソンですね、そしてナンバーカード110番が見えていますのが YKK の細森、その後ろ111番はトヨタ自動車九州の藤曲。続々と各選手が好記録でフィニッシュしています。74番黒崎播磨の坪内もフィニッシュ。まだ8分台です。まだ8分台。157番東洋ネックの小山雄太、2時間16分台の選手がこのタイム。あーそして GMO の林が戻ってきました。431番の選手は久保選手。そして今優勝の月桂冠が頭にかけられました。
2時間4分56秒。はい、放送席、そしてテレビ、ラジオの前の皆さん、史上初めて2時間4分台をマークしての優勝、鈴木健吾選手です。まずこのタイムから伺いましょう。いかがですか？本当にこんなタイム出ると思わなかったので、正直自分が一番びっくりしています。レースに臨む前の状態、コンディションというのは良かったんですか？そうですね。年明けからのマラソン練習だったんですけど、その期間、短い期間の中ではすごいいい練習ができてました。今日のレースずっと中間点ぐらいまでですね、2時間5分前後のペースで刻んでいました。ご自身のペース、体感としてはいかがでしたか？そうです、最初の10キロぐらいはちょっとこう自分のリズムに乗れないなっていう感覚があったんですけど、20キロ25キロ過ぎぐらいから自分のリズムに乗って走れていたので、これはいけるんじゃないかなっていうふうに思っていました。36キロ過ぎで鈴木選手が一人出る形になりました。あそこはどうだったんでしょうか？そうですね、どっかしらタイミングで出たいなと思っていて、ちょうど給水を取り損ねたので、そのタイミングでもう行くしかないと思って行きました。怖さはなかったですか？そうですね、その時に2人いたんですけど、顔色とかを見て行けるんじゃないかなっていうふうに思っていました。36キロ以降もですね、1キロごとのラップが2分50秒台、どんな感覚だったんでしょう？そうですね、自分ではそんなに速い感覚ではなかったんですけど、今までのマラソンでずっとこう後半失速していたので、それを克服できたらいいなと思って走っていました。初めて2時間4分台をマークできた一番の要因何でしょうね？そうですね、やっぱりこの琵琶湖を去年1年前に走って、その悔しさをずっと持って1年間取り組んできたので、それが、その中で故障せずに1年間トレーニングできたっていうのが一番大きかったと思います。偉大なランナーが名を連ねるこの琵琶湖毎日マラソンの優勝者に名前を刻むことができました。来年からはまた琵琶湖を離れることになるんですけれども、その点いかがでしょうか？そうですね、このこう最後の大会でこう日本記録、また大会記録出せたことに本当に誇りに思います。ご自身はパリマラソンもパリオリンピックを目標にされてますけれども、今後マラソンランナーとしてどんな道を歩んでいきたいですか？そうですね、やっぱり東京は東京の代表になれなかったんですけど、しっかり気持ちを切り替えてパリっていうのをもう見据えて練習しているので、しっかりコツコツやっていきたいと思います。まだそんなにお疲れじゃないようにも見えるんですけれども。そうですね、今までのマラソンの中で一番こうゴールして余裕がある感じがあります。そうですか、本当におめでとうございました。ありがとうございます。2時間4分台での優勝となりました鈴木健吾選手でした。宮田アナウンサーのインタビューでお届けしました。2時間4分56秒。なおこの大会は来年からは大阪マラソンとの統合大会として舞台を大阪に移すことになっています。最後の琵琶湖畔での勝負を制した鈴木の記録がなんと2時間4分台という驚異的な日本新記録でした。今インタビューの中でもありましたが、給水のところで取り損ねた、そこで逆に気持ちを切り替えてスパートしたという話がありましたけどもね。そうですね、非常に完璧なレースというふうに言えるんじゃないでしょうか。完璧ですか？はい、5キロごとのラップで見ると、唯一の15分台が30キロから35キロ。この区間だけが15分2秒なんですけど、あとは全部14分台で、なんと35キロからの5キロが14分39と一番早かった。そうですね、やはり駆け引きしてですね、このタイムを出せたっていうのはですね、非常に、彼にとって大きいですよね。これがまさに今の記録を作るマラソンなんですね。そうですね、やはり多くの選手がですね、2分58秒のペースを抵抗なく入っていけるっていうことがですね、結果的に、このように